おはようございます。4月14日金曜日。はい。暇なんでショッピングモールで裏チャラしに行きます。はい。デカモール。ゲーセン。なんだこれ。できるかこれ。やってみようか。受付でトークンを買います。いくらだ。ゲームトークン1個10円ですね。12円。125円で12個。まあ、日本とあんま変わんないかな。はい、交換してくれました。125円で12枚。でもね、こういうチケットみたいなのがいっぱいゲットできたら、あっちでぬいぐるみとかお菓子とかと交換できるシステム。日本と全然違いますね。なんかようわからん。これやってみます。2枚。1、2。いった。おー鉄拳とかもありますね。やったことないけど、すごい。なんか祭りの屋台みたいなゲームもある。意外とね、充実してるんですよね。自分も何回も遊んだことあります。日本より安いんで、10分の1ぐらいの値段で遊べる。バスケでもやってみようかな。アイスのやつは日本だとね、ほら200円で1回になってるけど、こっちだとオンリー、あーもう 2トークンだけなんで25円でできちゃう。さすがに赤ちゃん向けのゲームあんまないんで。ゲット。またこれ。ボーリングのゲーム。うわお、おーすごい。3回目しつこいぐらいやる。これしか遊べないからね。ぬいぐるみとかね、ポットとかアイロンとかおもちゃとか、あれ12000チケット、一番安いのでこれだそうです。121チケットでヘアゴム。そんなにないんで誰かにあげようと思います。3回目ともなるともう前向かない。125円でこんだけ楽しめたらもう最高ですね。はい、さっき言ったね、ワールドオブファンのまたすぐ横にあるね、このワンタムっていうところでね。家でね、パソコンで使ってる USB ハブのポートが機能してないんで。はい、聞いたことないハイタック1250円ぐらい。まあまあまあ試してみよう。はい、レイディークイーンっていうアイスクリーム屋さんでね、アイス買いました。250円。なんか逆さにしても足りないっていうのが有名。マンゴーカシューナッツ味。うまっ。
美味しくなさそうな顔はい、S&R はい、なんかいろいろ買って2600円ぐらいでしたね。ホタテのむき身、はい、ピザオーダーしたんで食べます。これで480円ぐらいかな。160円ぐらい。あこ。はい。タクシーで帰ってきたのにね、なんかもうずっと文句ばっか言ってるおじいちゃんドライバーでね。ハイウェイ。道路で降ろされるっていう。タクシー乗ってお金払ったのに歩いてアパートに帰らないとな。いや意味が分かんないですね。はい、さっきコストコみたいなところで買ったね、賞味期限切れ近くで安くなってたこのスパークリング、なんかつけてていいですね。ほぼ炭酸ない。はい、買ってきたホタテでね、奥さんが作ってくれたホタテの甘辛煮みたいなやつ、いただきます。いただきます。うますぎる。だいぶ上位に来るうまいやつ。